テレビアニメルローニ献身明治喧覚ロマンタン第一話のオーディオコメンタリーを聞いてくださっている皆様こんにちは日村献身役の斉藤聡馬ですこんにちは神谷薫役の高橋理恵ですこんにちは監督の山本秀雄ですよろしくお願いしますさあということでね、えー、テレビアニメルローニ献身明治喧覚ロマンタン第一話のオーディオコメンタリーでございます、はい 1>, 1話はねもう収録だいぶ前ですけどそれこそねリ恵ちゃんともねもう何度もいろいろこうここどうしようとかね、うん、話してドキドキの1話だったんですけど、うん、どうでした謙信と薫殿って。 いやー、僕、あ<の>まあ、あの、本当まあ、それこそね、あの、オーディションというか、あの、テープでしたけど。はい、あの、あれとかで聞いてて、なんかもうぴったりだなと思ってたので。だから、まあ、あの、本番の時も、あ、ぴったりな人が、ぴったりなことやってるなみたいな。<laughs> <laughs> すごい、なんか、こう、安心して、あの、聞いてた記憶がありますね。なんか、あの、ほぼほぼ、そんなになんか、こう。 難航しした記憶もありませんだからなんかすごい安心してあの毎回というかね一回初回だけに限らずあの毎回安心してあの見させていただいてるというかあの聞かせていただいてます、ね。すごい嬉しいなと思いながらりえちゃんが大米で絶対伝わらない複雑な表情を <laughs> してるんだけど。<laughs> いやあのきっと多分監督とかもそのご自身でねそのそ 作られた作品を見てその感じる瞬間とかきっとあると思うように私自身もやっぱりこの1話の頃の自分のお芝居とか見るとやっぱりあいつまでたっても満身できないというか、うん、あうんうん香る香るみたいな感じでなんかあぐらかけないんですよ本当に、ね、なんかもちろろんんそのなんだろうな 役柄によってはもうぴったりとかなんか思える日も来るのかもしれないんですけど、うん、やっぱ薫勤めてるからか全然なんかまだまだなんかうんもっともっと向き合いたいしまだまだ伝えられる拾えるものっていっぱいあるんじゃないかなとか本当に合ってるのかなとかっていうのはずっとなんか自問自答を繰り返しててオンエアされた後もやっぱひとしきり考えましたね。<laughs> ちょっとこのタイミングですらちょっと1話見返すのってめちゃくちゃ勇気がいるというか。うのでだから我々あの実際のね音声と映像もまあ聞いてみながらおしゃべりしてるんですけどちょっとあの聞かないでもらってみたいなもうご購入いただいてる皆様なのであればもうみんなね大好きで大好きで見てくれてるんだと思うんですけれどもまあできる限りあのちとトークでみたいな。 <laughs> 出てきてしまうのはこれはね <laughs> <ー>なかなか難しい役者の定めでしょうか。でもそういうね <laughs> あの満、ー、身せずあぐらをかかず常にいい緊張感を持って収録に臨めているなというのはね、うん、我々も感じますし。うそうですねなんかこの物語のそのそれこそ作品が完結しているからこそあの向かうべき方向って見えてるじゃないですか。はいはい、だからこそなんだろうなあの。<laughs> 私が歩むべき道今感じたこのまだまだ未熟だなっていうものもちゃんとパッケージに残していって、うん、で先を見据えて歩き続けたその変化っていうところもパッケージにできたらすごくいい作品になるのかなとか。ね、まさにににそそんなな感じになるといいですよね,いいなね目を背けずのの時の その時々のベストを常に尽くしているわけですもんね、うん、ちゃんと生き物になりたいというかう、ね、生きてる人として向き合いたいなって今は思っていますまあいろんな人の成長物語でも